スミソニアン天体物理観測所によって人工衛星の追跡を目的として東京天文台三鷹観測所に設置されたベーカーナンカメラスミソニアン天体物理観測所はアメリカのマサチューセッツ州ケンブリッジに本部を置くスミソニアン協会の研究所であるハーバード大学天文台とともにハーバードスミソニアン天体物理学センターを構成している ハーバードスミソニアン天体物理学センターには300名を超える研究者が所属しており、天文学、宇宙物理学、地球科学、科学教育など幅広い研究分野で活動している。スミソニアン天体物理観測所は1890年に当時のスミソニアン博物館館長、サミュエル・ラン・グレイによって設立された。当初はワシントン DC に本部が置かれていたが、 1955年にケンブリッジへ移動した。1958年に人工衛星の追跡のために全世界に12台のベーカーナンカメラが設置された。その中の1台は東京天文台三鷹観測所に設置され、1968年に同平観測所に移設された。小惑星スミソニアンはスミソニアン天体物理観測所にちなんで命名された。 スミソニアンイコール 1938DA2 イコール 1971TS イコール 1974QO イコール 1981YC2 イコール 1984UMPC2021 年9月19日閲覧ありがとうございます。